今回同行してくれた方が私の写真を撮るたびに不思議な写真が撮れました。それがこちらです。私に関連した写真を撮るたびにこういった光が入った写真が何枚もあったんです。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はですね、三重県さんとの観光 PR のコラボで今伊勢に来ております。三重です。三重は私長島スパーランドしかどこか来たことなくて、今回初めて伊勢神宮とか、あと明日もですね、いろいろ体験して、三重のいいところ、結構バリアフリーがすごい協力的で、結構車椅子の人たちも楽しめるということなので、いろいろ発信して皆さんに三重来てもらえるように伝えていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。伊勢までのアクセス方法を少しお伝えします。ミュースカイっていう電車です。これでまず名古屋まで行きます。はい、ここが車椅子の指定席ですね。こっちに乗ってもいいそうです。ミュースカイは事前に車椅子席を予約しなくても、まあコロナということがあってか乗ることができました。近鉄特急は事前にネットで車椅子席を予約してから乗っています。ここがおはらいおかげ横丁で、もうすぐ行くと大きな招き猫が見えるんですけど、実はあこれ、そう、ここがおかげ横丁の入り口なんですね。そうなの、ここで反対から入って、そうなの、そうなの、撮りたい招き猫、あそこ反転です。そうなのよ、ここをずっと400〜400m ぐらい行ったところが稲井空さんの鳥居がありますね。あの橋があるところですか。そう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 、へー、こんな感じでおかげ横丁、はい、ごめんなさい、おはらい町が、でここがおかげ横丁の入り口の招き猫ですね。はい、いいです。はい、伊勢に来たら絶対に食べてほしい福助さんで伊勢うどんを食べました。あらら、ちょっと不安定なんで大丈夫です。はい、ありがとうございます。あ、めっちゃ美味しそう。ありがとうございます。はい、はい、はい、美味しそう。みんなで美味しそう。ありがとうございます。本当や、はい、あ、ありがとうございます。天ぷらとチキン、私がとろろにしたの。あら、食べたい、美味しそう。よし、いただきます。どうぞ。すごい濃いな。あー、わー、濃いな。もっとしょっぱいかと思ったけど、全然そんなことないですね。やば、エビでか。うーん、おいしい。本当にいろんなお店があって、あ、すごい、私たちも仕事で来ると必ず何か食べ歩きをして帰るという、
ここだけトンボ飛んでますね。あのここってなぜかカラスとか入って猫とかも入っていかないというちょっと不思議な、ちょうど人がいなくなります。この次行きましょう。乗り換えるんです。そうですね、そちらの主演さんで、はい、多分手続きがいると思うんで、はい、今ね、電動車椅子が全部支払ってるんですで、一つはこの手動の車椅子に乗って行っていただくか、でもしかしたら眞子さんが本当に自分の車椅子で行くっていうんだったらそれでも構わないんですね。まあ、後ろからウィリーで行けない行くところまで行って大変だったらもうそういうふうにしてる、はい、みんなで。じゃあそれで、ね、それで行こうか。本来はここで、そうそう、電動車椅子を借りて。無料なんですか？無料なの。予約ができないんだけど、いつも10台ぐらいあるので皆さんいつでも使いますよって言っても、多分今日は参拝の方がとても多いと思います。10台もあるんですか？10台、ずっとずらーっと、だからもうコロナが明けて皆さん高齢、バリアフリーツアーセンターでもそうなんだけど、今まで我慢してた高齢者がもうずっと来てるので後ろを押していただいて、これは誰か、うん、じゃあこの鳥居がですね、高さが 7.5 メートルです。で、これと内橋って言うんですが、これ横幅が なんか最初なんか久しぶりやなって直線で101メートル。そんなにあるんですか？そうなんです、アーチになってるんで、もう見えないんですが、直線をすると100メートル。でこの柱を作った人は宮大工さんなんですけど、釘が1本も使われてます、ね、ここからずっと砂利ですね、はい、じゃあここから、いや、意外と行ってるみたいな玉砂利下が硬いから、片手ずつだけで払いました25段の階段を登らないといけません。伊勢おもてなしヘルパーを利用することで快適に参拝ができます。アナザースカイみたいな。ここが私のみたいな。でも笑顔になっているか分かんないですよ、こういう。バッチリです。あ、いいんですか。めちゃくちゃいいになりますね。アナザースカイ。アナザースカイ。それいただきたいですね。いただきたいですか。え、アナザースカイ。恥ずかしい。恥ずかしい。いよいよ。なんかパワーもらってるみたいな感じ。すごい上、綺麗ですね、こうやって見るの。あ、本当だ。本当だ。綺麗。なかなかみんな来て上見ないと思います。めちゃくちゃいい。紅葉ってこれかな？紅葉はね、あんまりないんですよ、ここら辺は。今回同行してくれた方が私の写真を撮るたびに不思議な写真が撮れました。それがこちらです。私に関連した写真を撮るたびにこういった光が入った写真が何枚もあったんです。
とても不思議ですが、でもすごくパワーがもらえた気がして、嬉しいです。初めて見たチープで、ではこれから人力車に乗ります。イケメンさんからお姫様抱っこをしてもらいながら乗りたいと思います。はい、お願いします。お願いします。あ、担当の方のお名前聞いてないですよ。はい、すいません、玉山と申します。玉山さん、はい、玉山翔尉と言います。玉ちゃんって呼んでください。お願いします。玉ちゃん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、あ、もう一人欲しいかもしれない。ごめんなさい、私を支えててくれる人。どこまで？ちょっとお願いします。大丈夫だ。はい、言ってください。ちょっと早く平行にしてほしいかなって。そうですね。先に上げます。はい。私の腕が持つ前に。はい、じゃあよろしくお願いします。はい。お姫様にはね、足出さないように。やっぱり私一人で乗るのは初めてだな、人力車。なんかこう、そうですね、やっちゃってください。おしとやかに行かないと。よし、私眞子様だから、今は乗らないの。でも名前がそうなんですよ、本当に。眞子様が10月末に生まれて、その私11月誕生日なので、そのせいで、そのせいでしたらですけど、同い年だから、それで眞子様になった。あ、上品すごい。上品になってますね、ちゃんと。え、上品、眞子様さん、眞子様になってます。眞子様オーラ全開ですね。あ、でも分かんない、普段がどれくらい多いのか分かんないので。あ、ここ鳥居すごい映る。これ真ん中にね、足神さんって書いてあるの。はいはい、何の神さんだっけ。足の神さん。もう読んで字のごとく足の神さんなんです。はい、はい、で実はね、日本探しても足の神社、足折りにしてる神社って結構少なくて、はいはい、それが伊勢神宮の横にあるということで、折り駅とてもありますよと言われています。なるほど。で、しかも人力車じゃないとここは来れないんですか。そんなことない。そんなことはないんですけど。あ、そうなんだ。でもなんか確かに立ち位置に見える。あ、見えます。見えた。なんか禁断の場所みたいな感じで、うんうん、はい、まあ、実際問題人力車乗られるような方しかそんな来られない。へー、綺麗かも。はい、はい、やばい。あ、でもそうか、こん、あ、気持ちいい。そんな蛇行運転するんですか。見てもらうと、はい、5ミリのアーチができてるんですね。なるほど。いらっしゃいませと。おお、はい、こんにちは。こんにちは。いいお天気でしたね。綺麗です。ここよく見ると赤くなってる。コイがいるよ。コイと一緒に泳げる。え？年齢の方あんなに普通に泳いでる。絶対漂流したでしょ。いや、これから上がった。鮎みたいに。本当に？そうですよ、そうですよ。すごい。小さいね。小さい頃はよう
これに抱きついて遊んでますよ。本当ですよ。で嘘つかないんですか。でこんなにガチで鯉泳いでるの初めて見るんですけど、川で。あ、そうですか。しかも黒いじゃなくて赤とかその白が泳いでるなんて天然にいるんですか。本当小さい頃放流学校あって野生の鯉なので、何か話したとかじゃないんですよね。すごい。でもこっから見えるくらい水がだから透き通ってるってことですよね。下流ですけどね。すごい。下流だけどそれだけの方が行くタイプみたいな。意外とね、奥行けば行くほど。こんな風に人力車に乗ることで、自分たちでは見つけれない、わからないような伊勢のこと、伊勢神宮のことなどを話しながら楽しくいろいろ観光できるので、ぜひ皆さん乗ってみてください。県観光後半はアクティビティ三昧、そして、え、忍者、ぜひお楽しみに。